住めば都なんだしみたいな。で、うん、やりか、心の安定の方が大事だよねっていうこと思いますもん。いやー、今日、アイちゃん、素晴らしいね。今日、アイちゃんでーやな。見てる <laughs> 今日、アイ <laughs> ちゃんの日ですね、みたいな。あ<ー>、<laughs> 本当ですかえーっと。 な、どうしようか、今日は。<laughs> <laughs> まあ、いつもの通り、海外のニュースだったりとか、日本のニュースでも行きましょうかね。全、ま、体、ね、的なニュース、いかがですか、もう、なんかもう。ね、日本、はい、でもないって感じなんですよね、でも。うーん、まあ、そうですね、大きなニュースというと。大阪万博の話。はいはい、が、<も>中田あっちゃんが取り上げたり。っていうふうに、あと、こう、ね、大きなところで言うと、やっぱり、今日とかのニュースだと。 で日中韓サミットが12月ぐらいにやるので、まあ、それもまたどうなるのかなっていうのは、個人的にちょっとまあ、ニュースもちょっとね、月末でドタ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 してたんで、まともにニュースも見てないっていうか、はい、まあざっとは見てるんですけど、はい、まあ、なんていうんですかね。 演劇の最後ぐらいのところらへんですよね。だから、<laughs> この人はこういう偽物です。この人はこういう偽物です。あの人はこの偽物ですとか、はい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 。うん、今、もう偽物に代わって、劇場で演出してるわけなんですけど、はい。 最終的にはどこなのよみたいな話ってよくあるじゃないですか。ありますね,そうですね。うん、だから例えば、どいつが悪いのよとかあいつが悪いのよとかそもそも最終的にはその、はい、何でそんなことに何,何でそういう力が働いてんのよとか <laughs> 世界は何で動いてんのよみたいな話結構あるじゃないですか。はははいはい、はいいそうですね、うん、いろんな話って 漠然と国際金融支援って言ってみたり、企業体って言ってみたりするけど、それは、ね、国際金融支援とか企業体みたいな話でいくと、軍産複合体みたいな話でいくと、そのやっぱり企業なんですよ、毎回、毎回、組織なんですよ、だから、ね、上は確かにおるんですよ。はいはい、おるんやけども、まあ、知らず知らずっていうわけじゃないけども。 流れの一つとしてその、そこに組み込まれてしまってる企業の人たちみたいな、ねまああのー、やっぱりかそう、組み込まれてるというか、もう、それ一方で、プーチンさんがやっぱりいろいろと動きまくってますね、最近、裏でね,ね、あのー、中国訪問されるとか、いろいろとニュースとかもやってるので、やっぱプーチンさんの動きが目立ってきてるのかなっていうのは、すごく。 覚えてきたなっていいうのははででしたね僕は記事を読んだからまあ、うん、ほぼあのプーチンが、ね、宣言した通り、もりこの戦争は片付いたって言ったわけなんで、まあ、片付いたというか、はい、その、えー、処分は終わったみたいなねうも悪党の処分は終わったみたいなことをあの宣言したんでまあ実際そういうことやと思うんですよ、はい、ただまあその組織っていうかな経営体というかそういう企業体というか、はい、そういう資本で動いてるところのそのねっ その組み込まれた人たちがまだわーわーわも騒いでるみたいな、あが、ねうんうん、いてるというか、そう,、ね、うという形なんですよね。はい、でも、はい、その一番大きな根っこですよ、やっぱり、今ちょっと浮き上がってきたんがね、はいうん、そのもう本当の根っこの部分ですよ、根っこの根っこの中枢みたいなところらへんなんですけど、はい、これかなり演劇的に浮かび上がってきたんですけどね、結局ね、はい、やっぱ悪魔信仰みたいな感じなんですよ。はい、うん だから、まあ、その、今に始まったことでも、この100年、200年前に始まったことでもなく、ずっと続いてるその悪魔信仰みたいなもんがあるんですよ、やっぱ。はい,は,いはい、はい、はい。うん。だから、やっぱその悪魔信仰的な話っていうのは、どっから来てるのかって言ったら、やっぱり、その、神なんていないみたいな。<laughs> はい。うんね、神は、うん、神は自分たちだみたいな。はい、そういうやっぱ悪魔信仰的な感じがあるんですよね、やっぱ。はい,は,いは,いはい、はい、はい。 だから人身売買であったり、その幼児のね、幼児売春みたいなやつとかでもそうやし、はい、まあまあ、これ、芸能界でもあぶり出されてる変態ネタですよ。<laughs> だからあれがね、そのちょっと普通の人、我々には考えにくいっていうかな。まあ,あの、ありえないというかね、信じられないっていう、常識外れてるというかっていう感じですかね。 かううん、だから悪魔の生贄にの儀式みたいなね、一個まあ、こんな動画では言われへんけど、うん、ダビに伏した人を駅にあのホルマリンみたいなの見つけて、なんか喜んで見てるとか、はい、なんかそういう悪魔信仰みたいなやつですよ、やっぱさっきの、ね、土台の根っこにあるんですよ。 だからウクライナでも、ポーランドでも、ポーランドはもうね、完全に降伏したけど、これなポーランドはもう降伏ですみたいな感じになったけど、ウクライナでも、その元々のそのネオナチみたいなやつですよ、うん。はい、うん。だからやっぱあれも悪魔信仰的なもんですよ。うん。うん、どうやったってな。うん、そうですね。はい。まあ、聖戦っていうわけじゃないけど、神の名を借りた聖戦っていうわけじゃないけども、なって言ったんかな、はい。はい 民族的な対立とか、民族的なその上下関係とか、民族的な運動関連の問題を、はい、それを使って動かして金儲けしてる連中がおるわけですよ。うんまあ、要は結局、裏のところを見て、まあ、そこをね、うん、ついてね。うん ついてお金儲けしてる人は、ねそ,れね、そ,れでそれで金を金を貸して武器を打って金儲けしてるやつだからがやっぱそれはね、うん、お金儲けのやり方なんていろいろとございますから真のお金、ね、お金儲けのやり方なんていくらでもあるわけだからそこの隙間を見て隙間産業でねお金を、ね、取ってうまく回してる連中はいますよね。 うん、なんていう何とも言えんようなところはあんねんけどなこれなだから、まあ、根っこはそこですよ。は、うん、はい、はい、はいうん 悪魔信仰的なものと民族とか過去の歴史から根深い民族的な対立とか宗教的な対立みたいなやつですよね。はい。それをこう、煽って、金貸して、武器を戦争させるみたいな。おるわけよなやっ厄介ですよね。プーチンが宣言した、この勝利宣言というか、な片付けたプーチンが宣言したのはこの上の方ですよ。上の方でございます。だから頭は、 バツッと切り落とされてんねんけども、はい、その組織体っていうか企業体っていうかなそれで金儲けしてた人たちの会社組織みたいなやつですよああまあそうですね、うん、それは自分たちはもうそんなもそれがなくなったら困りますみたいな人が日本にもうバでしょう、はいだいいって、まあ、言ってくれとわかりますようんそういうことなんですよ結局はうんうん、うん、そういう人たちが今右往左往しながらこう 抵抗してるっていう感じですよね。うーんはい。まあそんな感じですよ。だからあれがどうした、これがどうしたって、まあいつも通りみたいに、とやかく言うような話じゃもうないって感じ。だからこれからもう一丁、日本の場合はもう一つ二つ、その、 えげつないもんっていうか、花火が上がるってあげたのっていうのは、アアね、表に出てきますよね。うんで、表に出てくるから、一般の人たちが何それどひゃってなるわけなんですけど、そうですよね。言ってるいつも通りの話で、出てくるっていうことは潰されていってるってことなんで。ああ、まあそうですね。うんそういう話ですよ。はい、まあでも日本の政治見てたら、もうアイちゃんぐたぐたでしょ、もう。<laughs> ねまあ、政治は国内の政治はそうですね。いろんな誰がこうした、あれがこうしたとか、まとまりはないですね。はい、まとまりがないというよりひどい状態っていうたいかな。うん でどうですか、あの愛ち,ちゃんなんかから見てると、そのまあ日本まあ、世界的なもんはいいんやけど、日本、東京、愛ちゃんなんか東京なんですけどあの、やっぱり商売的なもんっていうか、景気具合ってのはどんな感じですか、この先見通し、愛ちゃんなんなかうん僕の中の見通しだと、やっぱり結局、みんなお金を出すのは渋ってきてますよね、やっぱり。うんあのー、お財布のひは硬くなってるんだと、逆にコロナ明けたら、さらに硬くなったんじゃないかなっていうのは僕の第一印象ですね、一番は。 どうしても、コロナ中のほうが逆にお金使ってたんじゃないかってぐらい、逆に思いますよ、逆に言ってしまえば。うん。決し景気はよくないって感じよね。うん、全体的に景気はよくないですね、はい。だから僕も新しいね、その AI みたいなものを取り入れて、いる事業とかをやってるぐらいなので、やっぱりその、結局のところは、みんなやっぱりなかなかお金が出てない、渋ってる状態っていうのは、どのところでも大きいのかな、多いのかなって思いますね。はい 結局だからまあこれ増税、増税ね社会保、社会保険料上がる、燃料年、何から何まで、うん、ね物価が上がっていく、まあ、特にね、資材、まあ、材料、はい、えエネルギーですよね。な、はい、かなか値上げに転嫁できないみたいなことになってきて、はい、そこが増税、社会保険料上げるとか、吸ったもんだ言われると、ちょっともういい加減にしてよってなるよな、これな。本当に現状的に経営者もそうですし、普通にね、働いてる個人だったり、フリーランスの人たちも。 非常にその各やっぱり二極というのが激しくなっている部分はあるので、やっぱり目立っている人は確かに稼げるっていうような言い回し方しますけど、一方で稼げない、全く稼いでないっていう人たちもいるぐらい、二極化に生まれる、まあ、あとは最近だとやっぱり40、50、60の人たちが、やっぱりお金が稼げないから、まあ、仕事で定年したけど、その後稼いでないから苦しい思いをしてるっていう人たちは多いなってイメージは全体的にありますね、見てて。 だからこれね、ほんうん、本当、日本の場合ね、僕、ずっと見てるっていうか、考えてんねんけどね、はいその今までの日本の社会みたいに、老後がどこってもう言えない世界に入ってるよな、これもう明らかにそうですね、老後が、その守られ昔みたいに老後が守られてるって世界ではなくなってきましたよねね,ね安心でできないですよねこれ安心は逆にできないからこそ、今の年寄りの方が頑張って勢いにいって頑張ろうとするんだけど、<laughs> 空振ってるから、まあ、それは。 若い者が嫌われるよねっていう連鎖は正直起こってますよね。やっぱりねうん、だから、このインフレはもうちょっとね、収まる気配ないんですよ。やっぱり、この先もですね。こうなってくるとね。で、インフレが続くということは、実質的な、ね、年金を支給してもらってる人たちって、はい、実質目減りなんですよね。ああ、目、ね、減り、はい。うん そうでしょ物価は上がっていくし年金は変わるなら減らされるって方向いくから、まあ、まあそうですねうんこれちょっときついよなと思うよなやっぱり年金の人々ってどうなんやろいやいやきついと思いますよ、うん、きついと思うし僕らもすらきついと思ってるぐらいですから若者すらだから、うん、もう現に今やってる人たちはもっときついんでしょうねうん、うん まあだからそうかって言ってねその老後のためにお金を蓄えるっていうのも,もう無理な世界じゃないですか。無理無理でってそれは言ってるように、あのーはい、マネー自体が目減りしていくっていう世界ですからねインフレってそう,そうですね。そうですねうん、だからやっぱり何かで運用はせなあかんやろうしまあそれ以前にやっぱり自分の,その健康、うん うんうん、もう本当、健康と病気にならない健康な体と、やっぱり健全な能力,能力っていうかな、うねうん、もうそこを持っておくしかないような気が自分の付加価値を上げていくしかないでしょうね、多分ねね。だスキルをつけたりとか、より、うん、よく自分より1個パート、新しいランク、高いランクにしていかないといけないのかなとは、個人的に思いますけどね。 ねえ、ちょっとだから今までのような世界ではまるっきり違うよな、もうな。違いますね、変わりますね、100%ね。<laughs> うん。うんまあ自己責任という言い方はおかしい、そういう話じゃない、はい、やっぱり自分で判断して自分で自分の道を作るしか方法はないってことですよね、これね。ね方法はないと思いますよ。うん、はい。そういうことでしょうな。まあだから、そ,そういうことである意味ね、その,、はい、あの考え方、やっぱり。 そうですね考え方ですね。まあ考え方やと思うんですよ。うん、でね、考え方がやっぱり間違うというか、うん、間違うっていう言い方はおかしい。考え方を修正というかな。環境、はい、転換できないと。はい。はい、まあ今日の、今日どんなテーマやったかなちょっと待って。えー、要は、今日のテーマって一番の大きなことを言うと、あれですよ。結局人間って、例えば、 どんなに人がその困ったことがあったりしても、結局その人によってその人の態度ってすごく変わるじゃないですか。要は困、一番その人の本質が出る時って、その人自身が困った時で世の中今すごい困ってる人が多いんですけど、今が、今だからこそ、えっと、本質が出てくる時なんですよね。 要は目あのー、例えば見、見栄えというか、目の前の見えてる世界とか、外から見た姿ではすごく優秀そうに見えてたも、のを中はボロボロで、意外ともう支払いをし追われて,て苦しい状態。なのに、あの意地張ってあの、いいように見せちゃって、ほんで、潰れていく人,人がすごく多いなと思っていて、まあ、その中に、えー、その中でんだろうな、心がすさんでるとか、その、んだろう。 たの人の気持ちを、ね、優しくなれなかったりするのかなっていうのがすごくあるなって感じていて、うん、やっぱりそういう時代にどうやって生きていけばいいのかなっていうのは、まあ、反省も意味も含めて、今日のテーマかなというふうに思っております、はい、まあだから、やっぱりさっきの話の続きじゃないけど、やっぱり方向転換っていうか、考え方っていうかな、な、はいか、はいねうんうん、にどういうふうに考えれるか、どういうふうに方向転換するか。 はい、それはまあ自分、自分の家族、えー、自分のところの社員の周りの人たちも含めて、はいはい、やっぱりその、やっぱりね、同じことを、同じ方向,性方向を言ってたって、やっぱりね、やっぱりどん詰まりになるんですよね、やっぱりね。 だから混乱というか、まあ、混沌というか世の中がこう変革するときほどやっぱりそのなんていうのかな,、うん、なんて捨てる脱ぎ捨てるという開き直ってもいいと思うんですよねあるでで実際ね本当に困ったときしか開き直りなんてれなれないと思いますよ。 いうん、やっぱり大ごとだと思います。 何か変革を迫られるようなことが起きない限りはなかなか人って変われないし変われないですね自分に使ったのんべんだらりが毎日毎日過ぎていくだけじゃないですかそうですねそうですねこれ世の中の変革だけじゃなくて例えば自分に降りかかってくることもあるじゃないですかやっぱりいや100パー多分生きてくれれば100パーありますね自分に降りかかってくることはそれも大から小までさまざまなことがやっぱり一緒に2回3回起きてくるじゃないですか起きてきますね 開き直っていいように捉えると思う。うん、そ,うそうそうそう。プラうに、ん、捉えば。ねうん、全ていいように捉えてよりよくまたすると。反省すべきところを反省して新しい方向へ行くみたいな感じしかねだからどういったらいいんかな。やっぱもう このね、社会的なことで言うと、この世界的な話で言うと、この大変革って大チャンスっちゃ大チャンスなんですよね。ね大チャンスでしょうね、やっぱりね。うんうんうん、まあ、だから言い方悪いけど、何もかも捨てて、なんていうか、山の中こもるっていうのもありやったりするんじゃないかなと思なうやっぱりそのその、この、この、なんだろうな、世の中というか、この家というか、えー、やっぱりその、 全てを受け入れることが大事だなってすごく思いますね。やっぱり受け入れることの大切さ。うん、みんななかなか今の自分の現状を置かれている自分に受け入れられない人がいることが多いんですけど、ま,あ、まず受け入れて、自分はこうで自分はこうであるべきだっていうのを素直に受け入れるのが一番いいんじゃないですか、やっぱり。うん、で、やっぱね、ここはやっぱお心の奥底っていうのを見る。 本当に自分は毎日どう過ごしたいのかみたいな話だと思うんですよね。そうですねどう生きたいのかってなってくるとちょっとどうしても俗っぽいものが入ってきて未来将来に対して計算的なものが入ってくるんでなかなかね前こう大きく舵は切れないんだけどもやっぱその。 こうしっかり自分の奥をこう見ていって、本当は毎日どういう過ごし方を自分はしたいんだろうかみたいな <laughs> はい、はい、話につながるんちゃうかなと思うけどね。そうですね。のー結局。シュールなっていうか、なんかちょっといつもと違う感じやけど。そうですね。<laughs> そうですねめっちゃ真面目な話じゃないけど <laughs> 意外と。だから結局。 自分との対話じゃないですかね、やっぱり。すべてが自分との対話であって、自分と見つなめ直すと起こったことはすべて、それはもう、それがあの現実なので、まあそれを受け入れて、うん、まあそこで,で、心を清らかにしていたしていくっていうのが大事かなとは思いますけどね、やっぱりね。自分に素直になることが大事ですよ。うん、本当に、あの、映しか、自分の映し鏡じゃないんですけど、本当に、あ 反面教師になることが多いなってことが最近多いですね。自分の中でも。あ、こんなならない方がいいとか、こうなっちゃいけないっていうのはすごく感じるようになりましたね、うん、やっぱりね、うん。まあ、本当、今日はどういう話にしたいのか、ちょっとよう分からなくなってきてす。<laughs> <laughs> 話の方向性がちょっとよう分からなくなってきてんでけど。うーん。は頭のメモリーが、ね、いっぱいいっぱいで、ね、お忙しいそうですからね、今日はね。本当に、ね、<laughs> いや、ちょっと一日をもっと長 なんていうんかなぁ何かを一つやる作業っていうかな何かを一つやるにしても、ちょっともっと時間をゆっくりかけてやりたいみたいな。でも待って、街なら今週なんかお忙しいそうですよね。なんかいろいろとやることが多いみたい、まあ、<構>まあまあ、そんな、そんなもん俺の勝手なんやけど、例えば、はい、まあ朝起きて、ほんまそれこそ僕いつも言ってる朝起きて。はい ちょっと畑様子見に行って海にカ取りに行って <laughs> のんびりね、うん、うん畑行って海行って畑行って海行ってこう1日3回ここにやってるみたいな <laughs> 温泉とか、ね、でもそうですねもう温泉の時代ですからねもう温泉して普通入っていパパパ,パって入ってパパパ,パ,っ,てっ,てパ,パ,パ,パって入ってってできる時代になってきますからね基本的にそういう時代になってきてますからね、うん、ちょっとな自給自足したいよなって本気で思うよな <laughs> そうですね、他人に支配されずにね、本当に。うんなんかもう、そんな気がするな、多分見てるとも結構いらっしゃるんちゃうかなと思うけどね。まあ自分も家族いなければ田舎行ってたかもしれないですね。田舎行ってのんびりするかもしれないです、ね。いやー、愛ちゃんのところ、奥さんなんかは嫌がる、田舎。いやー、嫌って言いますね。どうせ嫌な人多いよな、結構な。んて いいじゃん田、田舎でって、田舎で田舎か、のんびりなんか、温泉入りながらとか、のんびりなんかして、なんか、おいしいご飯炊いて、食べて、田舎っぽいことやってもいいんじゃないかなと思っちゃうんですけどね、正直にね。うん。子供ね、あいちゃんのほうなんかちっちゃいからね、子供には抜群やと思うけどな、田舎暮らし、ね。うん。ね、本当によ。そう,そう田舎暮らしてら、ね、最近でも結構地方に引っ越す方は多くなりましたね、全部リモートって形でね。あ、ほんはうん。今日あった、 今日は会ったお客さんとかもあの、地方の方に行って移住するとか言ってましたね、東京に住んでたのが。うん、やっぱ最近、ちょっとやっぱそうなってきたな、やっぱな、もうな。うん、そうですね、まあ正直ここにいるのが本当に俺、僕とか撮影とかたまにあるから行きますけど、撮影も、ね、月1とか月2だったら東京に出張すればいいだけの話なんでね、正直ね。 地方でもありがなって思いますね、逆に言っちゃうとね。まあ、撮影に関しても現実動かなあかん世界じゃないようになってくるかもからんな、これからな。まあこれからは各自がね、もう本当にこう、ズームをつなげて、それだけで済む話になることも多いでしょうし、うん、まあ、AI っていう技術も発展しますから、もっとね、時代は変わってくるのかなっていうのは正直思ってきますよ、本当に。うん。うんだな、なんか今日はもうな何、今日はどうしたのみたいな、みんな見てるとうん。<laughs> 今日は、たぶあれですよ、あのね、 僕思ったんすけど、やっぱりこれ朝やるべきですよ。うん、脳が疲れてるんですよ、みんな二人とも。要は、もう今日お昼じゃないし、夕方じゃないですか。夕方って、昼間にいろいろと情報やったものが、脳疲労が起こってるんだ、うん、やつよ。脳、脳、脳みそが疲れてる、俺も、う今日は。うん、だから、脳みそがつく疲れてるってことは、勢いがなくなるんですよ。あ、むしろ、もう今日は三十分ぐらいで終わらして、あの、今日はやめましょうっての方が、あの。 また後日再度やりましょうの方がいいんじゃないですかって思っちゃいましたよ。<laughs> なんか、このノリで YouTube の動画を編集してやるのも、あーっていうのは、多分二2人の波長が朝なんでしょうね、多分朝の方が真っ白じゃないですか、動画って思いましたよ。本当よな、これな。もう逆になんか無理に今日、この話しててもあの、見てる視聴者にとっていいかっていうと、あー、 って感じですねマッチャに勢いがないですもん、今日ああの、前回の、一番直近に上げた前回の動画一個一個多かったな。いあ,のあいや、ーーあれ、ね、橋本さんの名前出してますから、僕、冒頭に、あのタイトルで。橋本さんとサムネイルとか、そういうッキーワード入れてますから、それ検索引っかかりますもん。<laughs> 一元の人みたいな。そう,そうそうそう。 <laughs> いつもの人じゃなくて。<laughs> いつもの人の出現のない橋本さんの名前ボン、えー、方向とかそういうのがなくなってるってみんな不安を持ってるんですよ。だからみんなクリックしちゃうんです。なるほどな。そうそうそう。だからそういう感じでうまくその辺はねあの、トレンドに合わせてね、やったらやっぱり橋本さん強いなと思いましたけどね、キーワードとき、ねうん、やっぱり見る人もねんん、んやっぱな。そう,おいおう,おうそうそう。重要あるんですよ、うん。だから、ああいうまっすぐ向けのやつは本当はボン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 ね。 あのー、直近に対しての怒りに、国民の怒りというのをですね形にして発信するっていうのもありってあるようなんですけどね、本当もうでも、ええかげん怒り、頂点に出してるんじゃういかな、みんなこれ。いやいや、まだ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 ね、みんな日本人ってはね、まだですよ。基本的に日本人って集団的なそのでもやんないじゃないですか。だからそれぞれも抱えてるんですよ、多分も,もの持乗ってるんですよ。それが、だからネットの社会でいう動画を見て、そこにコメントしたり再生見て、 えー、動画を見ることによって発散してる部分もあるので、ああ、分かる分かる、俺もお前、うん、お前らが言っていることに同感だよっていうふうになるので。まあ、でもこれ、いかに頂点に達してもええぐらいのレベルやけどな、<laughs> もうこれ、ええー、加減にせよって感じやけどな、もうまあ、僕はあの東京住んでるんで大阪の現状っていうのはあんま見えてこないですけど、やっぱり話を聞いてる限り、うん、あこれ、いかんなというふうに、半分、ヤクザの世界に入ってるじゃんって思っちゃう。<laughs> いやー、うん、ひどいもんよ、本当。うん、ね、この間言ってましたもんね。うんうん、まあ、なんやこれ、本当、もうどっか脱出して逃げようかなって思うぐらいひどいよ、本当 <laughs>。でもそれを一回受け入れたっていうのがね、大阪の人たちはね、橋本さん選んだ時点で受け入れちゃってますからね、<laughs> もうもうけいないですら、ね、にね、<laughs> 自分たちが選んだんやからな、これ <laughs> 自分たちが首を絞めてますからね、<laughs> それはもうしょうがないですよね。 でもそれに投票してなかった若者なんて余計にお前ら責任だろうと思っちゃうからどんどん大阪から逃げていく若者が多いというねそういう現状もありますけどまあなあ、うん、あ愛ちゃんそれはそうとあのーはい、え今日のテーマ何やったっけだから今日のテーマ <laughs> <laughs> 改めて今日のテーマというのは、まあ、困った人困った時ほど人に優しくしましょうと。 で基本的に普通の人、まあよく僕もそうなんですけど、あのー、いろいろと困った人が来るときにとって、まあ、自分も困ってるので、まあ、無気な対応をしてしまうっていうのはよくないよねというところがよくありますと困りごとって結構ね、あの自分が種まいて困りごとが降ってくることもあるし、自分がまいてなくても降ってくることとか、いろいろ大概はまあ自分でまいてんねんけど、みたいな。あこれ 困ったことって考えれば考えるほど拡大再生産していくよな、やっぱな。そうですね、あのー、うん、困ったことって、見つめてそればっか考えれば考えるほど泥沼にはまっていくみたいな。まあまあ,まあ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 。でも困ったとことねないけど、またこれそれをどうしましょうって考えてしまうし。いまあまあまあますなんじ,じゃねえけど、うん、まあそれは時間とともに解決するんだろうけど、はい、やっぱりね、党の本人にとってはな、もう一大事みたいな話で。まあ一大事だったりとか、<laughs> 切羽詰まってる状態だからね。 でまあ困りごとみたいなものが大きければ大きい困りごとであればあるほどやっぱり人間って弱る,弱るんですよいろんな意味で。弱ってるよね本当にね。弱るんじゃないですか。うん、はって弱ってる時ってもうそれこそ愛、はい、ちゃんが言ってるようにもう自分ごとで精いっぱいみたいな感じ。そうそうだから要は自分だから自分の世界,さ世,界世界線なんですよね。周りのことを見えないというか。うん そうそうそうそ,うその状態になってしまうから、うんはい、だからやっぱもうどう,どう,どうやろもうこれはこの困りごとはいつかまあ解決しようとはするんやるけどまあ、いつかは終わるんだと思って次の次言っとかなしゃないわなもうこれはっきりっ、うん、しゃあないですね基本的に、うん、それ無理だと無理難しいのは難しいんですよやっぱり目の前に困ることがあると確かにあそうそうそう難しいと思いうんだよただ 前さえ向いて次の準備さえしとけば何事も時間が解決するっていうのは本当なんですよ、後から時間が勝手に解決しても忘れてましたみたいなことになんねんけどな、困ってるその、ね、困ってる時の,そのタイミングっていうのはなかなかそうはいかんけど、やっぱもう、うん、いつか終わるんだから次向いていこうってなったら、うんうん、そただ、まあ、これね、俺ね、思うんやけど、困りごとみたいなのが降ってきた時って、人間ってね、すごいいいこと,いいことがあるのよ、これ。 はい、謙虚になれるというかな。うん傲慢さがなくなるというかな。う謙虚そう<の>そう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 。うん、要は弱ってるから、その人が、うん。弱ってる状態になってるんで、あんまり傲慢さがないんですよ。まあ、ひたすら困りごとのことは考えてんねやるけども、はい、すごい謙虚になってる時なんでね、弱ってる。はい、まあ、だからそれを、それは忘れないようにしましょうよっていうのがええんちゃうかな、未来英語やらでもやっぱり人ってどうしてもそれが過ぎてしまうと、喉元過ぎればなんとかで。 まだもね、傲慢になってきたりしてしまうやんか、やっぱんどう考えてもね。うんうん、だから、それはそれはそれで困りごとがる降ってくるっていうのは、やっぱ神様が言ってるんやと思うんやけどな、お前ちょっと傲慢やから、ここら辺で返しにせえと、うん、そうですね、基本的になんか傲慢すぎるっていうのは、ある程度表面化されていきますからね。うん、れだから、ダメだと思うんですよね、本当にね。うん まあまあいろんないろんなことがあると思うなそれは別に傲慢じゃなくても困ることもあったりするやろうけどやっぱでもね多少その商売的なもんでも世の中的なことでもまあいろんなことひっくるめて、はい、やっぱ多少傲慢さがあったからそういうことになってくるんやと思うよそうですなってきますねはいうん、うん、独りよがりというかなはい、うん、だからそれはもうお前これからその そんな一人によがりやっとったら、これからもっと大変なことになるから、今のうち苦しここで一回苦しめてしまおうって神様がやってくれてるところが、はい、大怪がしないように。大けがしないように、ここら辺で一回。うん、だからあの、企業なんかほら、ビッグモーターなんかもそうやねんけど、やっぱそのチャンスってあったと思うんですよ、はい、俺途中経過で。はいはいはい、はいうん。あそこまでなるまでの間に。はい、うんその。ここでお前らも神様が改心せえって、なんか、 困りごと与えてたと思うんやけどな。はい、そこで気がつかんかったというか、そこで改心できなかったら、あそこまで行ってしまうみたいな。そうですね。うん、もうどうにもこうにもならんとこまで行ってしまうってこともあったりすると思うんやな、やっぱな。ただまあな、言っちゃ悪いけど、いつもの調子で言うけど、うん、そんな、ねえ、何、そんな。 本当に困ったことってあるって感じやねんけど、いあのー、困ったことっていうのは、明らかにそれって結局自分のエゴなんですわ、うんうん。結局僕そう思っていて、困ったことっていうのは自分が最終的にやってきた過程で起こってる困ったことなんですよ、単純に。な感、うん、だから、から結局困ったことっていうのは全部自分がやらかしてることなんですよ。うん、なんだけど、みんな困ったことって、他のものとかいろんなものとかを、要は取って、 要は,要は自分に困ったなんで僕が僕私とか僕がこうならないといけないんだって言うんですけど結局それって積み上がった結果なので,うん、うん、でそれはいい困った時がチャンスだと思うんですよねそういうことですわな、うんうん、困った時が一番、うん、その自分を治せるチャンスだったりとか自分をさらにレベルアップさせられるようなタイミングだと思うのでそう今日は愛ちゃんの方がノリノリだから愛ちゃんと。<laughs> いやいやいや、もう、あの、今日は僕、いや、俺、日から寝てないですよ、正直言っちゃうと <laughs>。あ、の、ずっと AI など勉強してて、朝方になっちゃって、寝る時間忘れちゃって <laughs>、で、普通は朝8時ぐらいから、その、四時、朝鮮の時にやってんだけど、もう、それで通り過ぎて、今、コーヒー飲んでるんですけど、あの、普通に外でお客さんに話して、帰ってきて、四時、抹茶の終わったら、早いけど、今日寝ようかな、みたいな、ただを思ってくらいなんですけど、あの、本当にそう思いますよ、だから。困ってると、うん やっぱり困ってる時こそ自分をさらに上に上げるときだと思うからチャンスだから結局そうやな謙虚になれるしチャンスですよね一つ川が見えるからそうそうそうだからもう思うのはやっぱりそこだよなと思うのと自分を見つめ直すチャンスっていうのとなぜそうなったかっていうのはちゃんと分析した方がいいですねやっぱりうん まあ本当チャンスはチャャンンススはですよね。うん。やっぱもう成長自分を成長させるというかなであのさっきにさっき話したようにやっぱねそういう困る何て言うのかなそういう壁にぶつかる的なものっていうか困りごと的なことってがある、うん、あったら。 やっぱり自分を見つめ直すことができると思うんですよ。これがチャンス。そうそうそう、本当そう思います。思います。うん。そうしたら新しい自分が作れる大チャンスっていうことになるんじゃないかな。そう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 、うん、だから、うん、僕もいろいろと事業をやっててもこう波があるし、正直今でも苦しい時もありますけど、でもその中で、うん、あこれだなと思って最近だと AI の研究だったりとか始めたりするのはそういうことであって、やっぱり新しいことに挑戦できるタイミングが来るんですよね。やっぱり、うん、今まではあんまり足踏み。うん まなかったんですけどそれが足出せるっていうことはそういうことなんだよな結論から言うのかなっていうのは、すすごく自分では、うん、身についてて感じてますね、うん、例えばほら、便利さ,、うん、さ、なんかさっきちょっとね、田舎暮らしみたいな話して、山の中で,で。あれって不便なんですよ、究極の。 ま急激な不便ですよね。うん、だから要制限されることですよね。<本>うん、コンビニもなけりゃ、そのはい、何ちょっと何か、なんていうかな、その飲み物コか、はい、コーナー買おうと思っても買えないみたいな。はいはいはい。水、ためた水と野菜と、ね、ぐらいしかないみたいなね。山山による鹿,鹿とかな。はい、ああいうもんしかないって言ったでもね、あのー、 それ究極の不自由じゃないですか。ある意味現代人ですね。うん、うん、でもね。究極の不便やねんけど、究極の、に体に、健康にいい、んですよね。そうですよね。うん、いいと思います。ね。だから。うん、もうな、そういうことを考えていくと、何がどうなんだろうかってなってくるわけよ。あ、本当になりますよ。うん。うん、何が。 何てうかな自分は自分の魂というか自分の心は求めてるんだろうか的なこと,ことなで,本当ですよね。うんだからさっきの話だけど、そのやっぱちょっとそういう壁にぶち当たった時とか困り事のある時って、やっぱそこに帰っていけるというか、そう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 、うん。で、それすぐ今そういう行動的なものもすぐにできなくても、そこをしっかり自分で内面をこう探って、自分の内面の心を、はい 聞いていくことができれば、はい、未来はこうしようっても決まってくるわけじゃないですか。そうですね。こういう聴き方しようとか、そうん、いう、うだねうん、なていうかな、絵、うんえー、というか、なんていうかな、こういう描写が浮かんでくるわけですよね。はい、だそれはまあ、例えば2年後でも3年後でもいいわけなんで、5年後でもいいんですよ、極端に言ったら、それに向けて、着ゃといろんな準備をしていくと。はい でこれが、まあはい、今日のその動画の初めのほうに言った年金問題みたいな。うんうん、そうじゃないですか、全部が。はいはいはい。もう自分の生き方的なもんって自分で決めていくってやっぱそうですね。うん。うん、まあだから、まあれですよね。あとはいはい。だから逆にね、その大きな会社に勤めててとか公務員みたいなところでおってな。うん、はい。まあ多少のつまずきがあったとしても、そんなほんま突拍子もない困り事がないようなところに。 身を置いている人たちってやっぱり世の中いるんですよ、大企業なんかね。このままいければ安泰だみたいなやつあるでしょ出ちゃいますね。うんうん、でもね、僕、あれの方がある意味不幸なような気がするんですよ。な<ー>な僕もそう思いますよ。だから、基本的になんかもう縛りつけられってやってる部分がありますからね。うん、だから、本人はそれで老後は安泰だって本人は思ってると思うんですよ。それは本人,の、うん、本人が見てるかっこいいうん。でも 本人の見てる過去の中ではそうなんやけどた、例えばそれがじゃあ一生いけたとしましょうよ。それでまでね、年金もらってね、大企業をめて。うんうん、でも、やっぱその途中でつまずいた、そういう挫折した、そういう経験がないから、自分を内面からしっかり見るっていうことをする時間がなかったというか、たいチャンスがなかった人って、かじ、うん、を切れないじゃないですか、大体。なんだろうな。<laughs> 結局なんかちょっと例ええ変ますけど 忙しい、忙しいって言ってる人ほど、本当は忙しくないんですよ、本当は。うんうん、なのに、忙しいっていうふうに見せたいんですよ。暇だっていうことを知られたくないから。からそれと同じだと思っていて、うん、結局のところ、その結局人間っていうのは、やってることがもう当た,当たり前、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 当たり前になっちゃうから、なかなかそこのループから、要はなくならない。 例えば、携帯だってそうじゃないです。うん、携帯もずっと触っちゃってるから、携帯は必要なものだと思ってるけど、1週間田舎行って触んなければ、もう不要なものになっちゃうわけじゃないですか。うんうん、っていうものだと思っていて、結局のところは、その、いろんなものに依存しちゃってるたちがあるっていうのはすごく感じるなと思います、ね。そうなのよ。うん,うーん ううね、結局そうだと思います。僕もパソコンにやってますけど、これパソコンから離れた瞬間、1週間やんないだけで、まあ、もちろんパソコンがあれば連絡楽だし、漢字もね、キーボード打てば変換してくれるからいいですけど、まあ、もともと漢字なんて全く書けない人間なんで、でも,もう、 なくたって生きていけるじゃないですか今の時代なんて別にひらがなかければなんとかなるしみたいなね大役ねだからこの動画で何回か打ったかわからんけど <laughs>、うん、もう究極というか結論的なところまで行くと食べて寝るだけの話になるんですよそうそう,そう <laughs> 単純にそれだけだと思います芸始人に変えるともう食べて寝て生きるだけのそのサイクルだと思うだからまっちゃんはそのもうもともとそれを船の上でやってたわけじゃないですかもうす で、焼いて、食べて、刺身にして、食べて、で、どっか島あれば、島行って、島のところ上陸して、引いたいって、炊くみたいな。そんな感じない時かやることって、要は。うん、そうそうそう、そんな感じ。食べて寝るだけ。なんですよ、基本って、やっぱりな。原理原則は、そこですよね、やっぱりね。でね。うん。いや、本当ね、ちょっと今日、なんか、まっちゃん、ちょっと元気ないぞって言われるけど。まっちゃん、元気ない。うん。似てる人に言われるかも、わからんけど。 いや、もうそれやりたいよなって、ちょっとやりなの。やりたくなっちゃったぐらい、なんかメンタルやれたでしょ、まっちゃん今日。いや、今週なんかさ、昨日もそうなんだけど、いきなりまっちゃんから、今週ドタバタしててさ、あいろいろとあったんですね。大変なことがまっちゃんの身にあったんですね。と思って、まあ、インボイスもあったね、みたいな。みんなが思ってるより、俺、そんな変人ちゃうから。ちゃんとした仕事やってますからね。 仕事やってますもんね、<れ>ちゃんとね。俺もの人間やから、ね、一応。まあ、ある意味、こういう話でも、うん、なんていうかな、皆様の、皆様ってわけじゃないけど、みんなの大体のことは分かるという、分かることができるというか。<laughs> う<ん>どっちかというと、僕の方が、なんか、のんびりやってるかもしれないですね、危機感なくね。それよくないですけど。む <laughs> しろ。僕の方がかマナー、逆まだ、 そのなんで、支えられる、まっちゃんなんて、例えば従業員がいるし、いろんなものがあるわけじゃないですか、他とかも大きい子たちがいらっしゃるから、だって支えるものが多いじゃないですか、一人という負担に対してはね。だから結構、うん、だからやっぱりそ、ね。それは、それはまあ、神様がお前それ、お前それぐらいの修行やれ、せえってういやいやいや、それでも、それでもやっぱり、そこまでやれるってことは、それだけ相当なもんを逆にしょってるわけだから。 みんな変わんないと思いますよ、結局のところ、どんな人でも。うん、まあでもな、うん、その神の声、神の声というか、自分の心の声を聞いて、ちょっとだけ本当にもう正直に、うん、あのみんな、まあ、僕も含めてですよ、今日はな、うんうん、ちょっとえ描くというかな。だから、それこそ前、まっちゃんも言ってた、見えない世界に行くべきですよね、ちゃんとね。 うんうん、見えない世界を見ろってこの前言ってるじゃないですか。見えない世界ほど本当のものが入ってくるっておっしゃってましたよね、まっちゃん自身が。だからそれと同じだと思っていて、うんうん、なんで僕の方が今日キレキレに言ってるのか分かんないんですけど。でも、もうね、最終的な答えってな、あいちゃんがいつもの話だけど、やっぱ自然にあるな、これ。自然ですか、すか自然の中にある。 だ,からだって本来は自然で生きてた人間が都会に出てこうやって生活してるっていうから、うん、ただ最終的にあれじゃないですか、あのー、ゴールデンウィークとかそ休みの大型連休になるとみんな地方に行くじゃないですかとか田舎に行くじゃないですか、うん、で帰るじゃん、うん、里帰りするじゃないですかそれは戻るってことですよ、うんうん、だむしろ東京生まれの東京人たちの人たちの方がすげえと思いますも僕もそうなんですけどその部分の人間なんですけどそっちの人間の方がちょっと心を慎んでるかもしれないですよ は常に東京にいるわけだから本当に、うんうん、だからねだから僕はあの意外と田舎からこっちに出てきた人の方が信用はできるなってすごく思いますねそういう意味だとねまあねまあその今の話でいくと田舎の話まあ話が全然それてるけどそれてきたけど帰る田舎がある人ってあの恵まれてるよなある意味なだからと、うん、逆なんですよだから、うん みんなが東京にいる人たちっていいですねって言われるんですよ、僕も。東京都内で東京生まれいいですねっていろんな人に言われるんですけど、俺から見ると逆なんですよ。うん、本当に田舎から来た人の方が絶対いいと思ってますもん。ねだ逃げられるんですよ、<も>いい意味で。そう,そう。うん、だって、<で>東京が谷かっら田舎に帰れるんですから。はい、だからね、やっぱり今から地方ぐらい消化とかいろんなこと考えるって言ったってね。 やっぱもともと田舎のお家みたいなもんが誰か住んでるとか住んでないとか別としてね、うんうん。やっぱ生まれた田舎があるっていうのはそこが選択肢にやっぱ入ってくるからな。だから俺僕だから、も今タイミングで田舎があるんだったら田舎に引っ越しますもん。うん、だってわざわざ東京に必要全くないもん。 単純に東京生まれ、東京育ちと、ばっ、うん、ちゃんとか金賞に住んでるぐらい、大都会に住んでるから、東京に居座ってますけど、そうじゃなければ、東京にいる必要性はそんなない。正直言っちゃうと。であますます、そういうのが白車化か,かって違うかな、これ、世の中的にと思う、ねだだ。だから、東京とか大阪が最終的に人いなくなりますよ。うん、まあまあ、そううん。思ってます、僕は。だから、要は、<れ>うん、逆にね。 逆にね、その都会暮らし、いや、コンビニがあったり、スーパー、近所にあったりとかな、歩いていける範疇に公共交通機関もしっかり整っててね、はい、その歩いていける範疇に何でも買い物できるみたいなところって、うん、ある意味、逆に言うたらお年寄りの人ばっかりになっていくみたいな。うん、もうそうですね。<で>まあ、あとは、ある程度の経済的に言っちゃうと、二極差されてるじゃないですか。うん、本当に限られたお金持ちの人は残ると思うんですよ。うん、要は ある程度お金に余裕があって裕福な暮らしができるような、まあ、一人のね、まあ、平均が、その、どれぐらい以上が平均レベルか分かんないんですけど、僕の中は、その、平均より上の人が残って、まあ、そこで、まあ、便利なことをやっていくんですけど、それ以下の人たちに対しては、もう、東京にいる価値がどんどんなくなるのかなとか、大阪にいる価値ってなかなかなるんじゃないかなと、僕は思うんですよね。なんか。なあ。 わざわざここにいる必要性全く感じないですもん、本当に。うん。一 <laughs> 応そんなこと言い出しちゃ <laughs> いやいや、本当に本当に、だって、どう考える、論理的にロジ、論理的な思考で考えても、東京にいるメミリットってあるのかって言われると、そこまでないんですもん。ううも,もちろんコンビニなくなったらどうしますとか、そ,ういえばでもそれってある意味依存していることなんで、コンビニに。 お店昔そうだったんですよ、僕、学生の頃近くに、えー、と病院があるとか、近くに、えー、とコンビニがあるとか、スーパーがあるとか、ゲーセンがあるっていうのはいいなと思ったんですよ。ただ、それってあくまでそれに移動しちゃってる自分にっていうの最近気づいてで、別にそれなくなったって1週間とか1か月そのまましてたら、うん、でも別に問題ないよねって。うーん、うん、だってそれが普通になるから、うん、住めば都なんだしみたいな。うん、それよりか心の安定のほうが大事だよねってよっぽど思いますもん。 いやー今日はアイちゃん素晴らしいね。今日はアイちゃんでやな。見てやも今日はアイちゃんの日ですね。<laughs> みたいな。あ本当ですか。本当ですか。<laughs> 今日はアイちゃんの日です。いいですね。たまにはこういう選手交代みたいなのもいいよな <laughs> アちゃん、まあ、<laughs> 僕は思いましたよ。今日はこの辺で、今日は,愛今日は愛日 <laughs> アイちゃんの日です。<laughs> アイちゃんの日です。て愛ちゃん語ります。みたいな。ま <laughs> っちゃん、ちょっと今日は頭爆発してるから、私が行。まっちゃんでも、まあでも,もだから、だからこそ、まっちゃんとこうやって話せるんですよね。 だからね一応、一応は、まっちと同じステージにいるから、一応、は考え方は。うん、でね、まあ、ほら、前、旅館の話とかな、<laughs> まあ,あれはいろいろろやってるのよなあ。やまし、ね、進んでいこうと思ってんねんけど、はいはい、それプラスに、はい、ちょっといろいろね、面白いから、まあ、世界のニュースは、まあ、どれ見ても似たような感じだとか、<laughs> ちょっと、アキア、日本の空き家みたいな、あの地方自治体、その、<laughs> はいはい、自治体がね、その、はい、何やったっけ 秋はこれいやお安く貸しますみたいなやつで一般のよ、来てくれたらな、うん、あの補助金出しますとかな。うん、ほんで、もう至るところでやってるのよ、日本中そういうことをな今。うんうん、だから、これ見ていくとな、僕、この5年先、まあ、10年とかからんとも、この5年先ぐらいは、もっとこれが加速すると思うよ、来てください、ねうん。なんか、俺思うのは、ばっちゃん死んだら、まあ、今、シーバーちゃんいるんですけど、まだね。 ひーばあちゃん、いや、ひーばあちゃんというか、子供たちにとってはひーばあちゃんが、今実家に暮らしてるんですよ。で、一緒に暮らしてるけど、ひーばあちゃんがもし亡くなったら、まあ、家族2代ぐらいでも、田舎引っ越してもいいんじゃないかと思いますも、うん。うん。そっちの方がね、ど,どこどこ,どこにしようか、まだ迷ってますけど。 これからそういう空き家ってすっごい増えると思うんですよ、田舎のね。で、うん、やっぱあれも老朽化してて問題になっていくしな。うん、で、固定資産税の問題なんかもあるんで、やっぱり来てもらわなあかんのですよ。人口が移動してもらわなきゃなんですよ、うんうん。で、そうなると、愛理ちゃんのさっきの,その東京暮らしの話じゃないけど、 わざわざその家賃15万円とか13万円とか15万円払って、東京のおる量は何かあんのかなと思って。ない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 。1> <laughs> っ1万円以下であるからな、ないない。だって、出したらあの、暇人の親父とかおふくろとかが暇になってんですから、そのおふくろたちにあのじ自分たちでちょっと野菜作っていただいて、で僕はオンラインでネットビジネスやって、んで嫁は嫁で、まあ、専業主婦を頑張ってもらったりとか。 そういうことやったら、まあ、最低10万くらい下せるじゃないですか、あんなの、田舎なんて。いや、畑、呪文でやったら5万円でいけると思うよ。あ、5万かいけるか、うん。それだったら、まあ、正直、楽っ,っすね。<laughs> 毎日楽しい、暇よな、今日も暇です、みたいな。まあ、でも逆に、だから、逆にそういうとき方が儲かるんですよね。金がたまっていく一方なんで。<laughs> おー、アリちゃん、今年いくつやったっけ ?35 です。 アイちゃんの年で田舎行こうっていうぐらいだから、やっぱりだいぶ変わってきたってことやね。やいや、僕が、あのい、わだわだこんな競争が激しい東京で、頑張って意地張って生きてる時ももったいないなと思ってますから、僕自身も最近。うん。っ、う、て、んうんうん、メリットがないんですもん。うん、うん。どう考えてもメリットがない。苦しいだけ。うん。うん、だから意地張ってんですよ。昔の僕がそうだったもん。 東京っていうブランドに意地張ってるんですよ。もうそれはないでしょう、世の中的に。いや、でもあるの、るまだ。東京というビッグタワーのビッグ組織23区内にいるって時点で、うん、ブランドだと思ってるアホが多いんすわ。うん、何いいな、ね、いや、ないんですけどね。23区なんてクソだろって思っちゃうぐらい、もう思 <laughs> っちゃうぐらい人間ですけど、それ何かっていうと、やっぱりもう自分で仕事やり出してるから余計なんでしょうね、多分 まあそうなるわな。自分で自営業になると、なおさらそういう意識になっていくよね。なってきますよ。うん。うん、そう。都会におる理由が全くない。ないない全くない。逆に都会にいる方があのコストしたかかりすぎ。だから、うん、何のために働いてるのか全然思ってあの。だから自分の好きな仕事をやるために。 田舎に行きたいもっとだからその方がだってあの生活維持するお金を稼ぐだから毎日だからお金を作るのではなくて毎日なんか最低限の金額で何となくのんびりくだせた方がいいですよねだからなんかね我々の今の生き方ってな、うんはい、食べるために仕事してるって感じじゃないよなもう全然なそう違う違う違う、うん、な,あなんか何のためにやってんのよこれってこと多いよな 当然人のため、世の中人のためになることをしようとしてやってんねんけど、なんか横からなか税務署がかっさらっていくみたいな。そうだだ <laughs> 税金取るぐらいだったら田舎に逃げてよと思っちゃいますもん。<ー>頑張っても税金でしょう頑張ってもなんかインボイスでしょ社会保険料でしょ厚生年金でしでもうち、<laughs> うちあれですけど、インボイスは見送りにしましたけどね、結局なんか <laughs>。 うん、もうそれでいいと思う。うん。俺、うちなんて、あれで言うと、まだ1000万以上、年間1000万になってないので。 最終的に分析して、インボイスは見送りで、ただ、まあ、お客さんによってはインボイス絶対必要ですよっていうのは、なんかうまく数字をいじって、あれはとか,うかな、機能せえへんと思うわ。うん、あ<ー>まあ、もうまだ様子見といた方がえい,いと思うよ。まあ、様子見て、うん、あと1年ぐらい様子見て、それで必死になりそうだった。あ、と1年したらもう、まあ、東京のオらんだから。<laughs> いや、俺でも、まだじゃあ、ばあちゃんが死ぬ、最低でもばあちゃんが死ぬまでは、自分のばあちゃんですよ。 ばあちゃんが今、もうちょっとで90なんですけど、死ぬまでは東京にいます、確実に。もうあのあの今のばあちゃんを連れて田舎に行くのは相当なストレスなんで無理だと思うんで、それは置いといて、少なくともうちの母親とか父親は、父親なんて働きやってる人間なんで、まあ、最悪田舎行っても僕はいいかなと思ってるぐらいなんで、<laughs> そんなにね。それはと、だから、まっちゃんとやっててこの2年後は後ぐらいじゃないですか。この対談が2年間は続くるじゃないですか。 200年。2年間が終わったぐらいに、最終回の時に、じゃあ僕は来週から田舎暮らしますみたいな。田舎行きますからで、終わるのもありかなって。でも、それなんか、そうなんか見えているんですよね。だから、そういうふうに考えると、今からちょっと準備も必要よねってなるよな。2年とか3年っていうスパンで見るとな、これ見てる。例えば5年でもいいやん。もう5年も決めんねんで。5年後に俺はこうしたい、私はこうしたいと。 ううん、やっぱりある,ある程度整理つけてこうしていきたいと言ったら <laughs> やっぱある程度時間かかるんでねやっぱそこを目指してやっていくわけでしょうそ,うそ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 うでそうなると夢夢が広がるというよりは自分の生き方が目の前がそう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 もうもう、うん、もうもででうもう <laughs> そう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 うう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 う そうだからもう、ある意味言い方悪いけど、もうたくさんだみたいな <laughs> そう、いや、たくさんだってわけじゃないんですけど、なんか、無駄に競争に巻き込まれたくないんですよ。なあ。これ、すごいものは、みんな競争ばっかりの世界じゃないですか、世の中。競争に戦いたくなくて、うん、マイペースでやりたい。自分は自分を最大限生かしたい。うん、そうしないと、パフォーマンス上がんないんですよ、モチベーションが。 やっぱり結論としてはあれやな、アゃん。自分の心を大事にしてあげたいな。やっぱな、今日の話の、ね、<な>心がないやつは人に対して優しくなれない。な人が優しくなれない。だから前も言って、前もそんなこと言ってましたよね、でもね、まっちゃんね。んねうん、やっぱり自分の心を大事にしたいよな。やっぱり何が大事自分を一番大事にするってことやと思うんですけね。うん、<な>心に素直になって、ちゃんと素直に対話をしないといけないけど、対話できないアホな大人が多すぎる。 まあでも言い方悪いけど一生に1回ぐらい原始人的な生活もええか分からな何年か <laughs> もう慣れたら大人の人ほどねなんかねあのほらまっちゃんの娘さんじゃないですけど大人の人ほど固定概念とプライドが高すぎ、うん、特におじちゃん系い申し訳ないんですけどドクター系が多いやっぱりそういうああなるほどな、うんうん、すごくそれは感じてます最近本当に、うん 本当な、世の中みんなが田舎で自分で畑やって自分で海行って魚釣ってやっとったらもう病院なんかいらんそうなるでこれ。<laughs> ま,まあ、ほんまにだから田舎の人は健康で100歳まで生きちゃう,う、ね。そう、あとはぽっくり山で転んで死ぬとかな。まあ、いいですよ。うんまあんまり、あ、良くないんですけど、それはそれで、ね。<laughs> うん、まあ、でも、なあ,あ、本当やっぱりね、あの自分の。 こい自,分の自分の心を大切にするということと、自分のやっぱり体は、はい、をしっかり大事にし要は浄化させていくってことちゃうことからな、ね、一番大事,これから先大事なことそうです。浄化というのを見つめ直して頑張りましょうっていうので以上じゃないですか、うん。心身ともに浄化させていくっていうのが大きなテーマちゃうんかな、多分なこれな、うん、それ以外道はないような気にするけどな、うん、俺は。自分との対話ですよ。なあ、はいうん。本当に自分との対話っていうのが一番。 根本に据えなだから、あね、まあ今日の困り事の話じゃないけどちょ、こういうなんか困ったこととか、これから世の中に起きてくるようなことがあったら、やっぱそれこそ自分を見つめると、うんで。自分の心は本当は何を望んでるのかみたいなところへんやと思う、結論としては。まあまあまあ,、うんあの、ちゃんと瞑想した方がいいと思いましたけどね。<laughs> うん、まあ、それもチャンスやと思ってな。ああなんか現実的な話、やっぱりあのー、瞑想とか。うん ちゃんと自分の心に毎日、ちゃんと、なんだろう、入れ替えをするっていうのが大事なんじゃないかなっていうのは思います、本当に。はい、<laughs> まあ、ちょっと今日はあんまり、なんかこう、激しさがなかったけど。まっちゃん節は今日はなかったんで、代わりに僕が頑張りました。<laughs> まあ、これで視聴率、あのあれ視聴回数、わーって伸びたらどうする笑分かっちゃいますよ。いや、ないから、絶対。<laughs> アイちゃんもっと次から頑張ってね頑張ってなんて僕はもう僕はまっちゃんの、あのー、サポート役なんで僕はそんな大とない人間なんで大丈夫 <laughs>、はい、まあでも本当はいあの愛、ー、ちゃんの子供たちあの2人の可愛い子供たちあのーはい、なんていうかなああいう子たち、はい、俺いろいろやっぱりね見てるとなんかすごい楽しみやな、はい って思うなあ、はい、新しく生まれ変わるいい時代をこう引っ張っていくことそうですね。これからどう彼らが動いて、どう変化がしていくのかっていうのは僕にとっては。本当、愛ちゃんもう世の中ぐるっと見渡してて、これ、この動画やっててもる、わかなんかあのそう思ってると思うけど、はい、もう本当、自由な発想が大事でしょ、今からの人たち。あの要は、固定に縛られない、開放的な、しかもそれも、 ちゃんと先を見て物事を見た方がいいんじゃないかっていうのが最終的な局面ですからそこ、はい、にね世の中に何を言われようが人に何を言われようがやっぱその自,由自由な発想っていうかなそうですねごもっともだと思いますよで,で、うん、あとは大きな視野っていうかなそうですね、うん、要は固定的な視野を見るに全体を見通しましょうねっていうことだと思いますね、うん それさえな、はい、見れるようになってきたら、なんか、み、じ、自分の行く道、目が、み、道が見えてくるんで。ね。そうですね。よろしいんじゃないですかね。はい。うん、なんか、今日は愛ちゃんね、こう、よろしいんじゃない、でしょうかね。今日はあんまり元気がない、飲みぞもあまあ、この辺でいいかな、今日はもう。<laughs> 多分、納得してくれるやろ、みんな。いや、まあ、いや、今日はまっちゃんがパワーがないから、あの、夕方から収録になってますので。 充電器でかけみたいな充電器で待ってだってまっちゃん8時に寝る人間ですからねそう考えるとだって今4時ですよあと3時間ぐらいでも冬眠ですよ冬眠の準備ですよ寝るああなあ本当、はい、うんあのなんて言うんかなあ、はい、いやちょっとな すっごい楽しみなんですよ、この大こ,こまで世の中が大変革す, <laughs> すると楽しみやねんけど、何、はい、て言ったらいいんかな、この。何なんですか。 タイミングというかタイミングでございますか自分をうちを見つめてずっとやり続けてんねんけど大きく動くタイミングを見計らうみたいなそんな感じになってきたからなるほどねなるほどねじゃあもう大きいタイミングと一緒に見ていきましょう <laughs> 多分それぐらいでええような気してきたな俺がそうやから多分そうですねっすっごい多いと思うわ多分今、はい、今片足突っ込んでる人って結構あるんですよだからはい、はい、半分半分そういうこともやりながら半分今までのこともやる、はい、それをちょっといよいよ そのどっぷり行きますかみたいな行きましょう頑張りましょうまあそんな感じで今日はもうはいまあとりあえず元気で終われたんではい、はい、ではまた来週もよろしくお願いしますはいありがとうございますありがとうございましたはい失礼します。